フェルメールの1666年頃の絵画、絵画芸術に描かれたクレイオウ。ウィーン、美術史美術館所蔵。クレイオーあるいはクリオウは、ギリシア神話に登場する女神で、旧柱の文芸の女神ムーサたちの一人である。その名前は、祝福する、女の意で、祝福するに由来する。日本語では長母員を省略してクレイオークリオーとも表記される。 ゼウスとムネーモシュネーの娘で、カリオペー、エウテルペー、タレア、メルポメネー、テルプシコラー、エラトー、ポリュムニアー、ウーラニアート姉妹。ムーサたちのうち、英雄史と歴史を司り、表される、歳の持ち物は巻物あるいは巻物入れなどであるが、このようにムーサたちが、細分化されたのは、ローマ時代もかなり後期になってからである。アプロディーテイに対して、 女神の身であるにもかかわらず、人間、アドーニスを恋したと咎めたため、呪いにより、マケドニアのペラオウ、ピーエロスを恋するようになり、その間に、ヒュアキントスという息子を産んだ。別な伝説では、婚姻の神ヒュメナイオスの母でもあるという。その名の語源はギリシア語で、物語る、名声を得るという意味のカッパラムダオメガ、またはカッパラムダイプシロンオメガに由来する。 ありがとうございます。